この世から間違いをなくし、タイチューバです。こちらでございます。シリオパールスウォーラスイ。この動画ではボーレスクシヒゲ紙切りのリアルな作り方がわかります。このチャンネルではチューバオリジナルの新作虫折り紙動画を週1から2回アップしております。虫好きの方、折り紙好きの方、チャンネル登録ぜひお願いします。周りの友達にも宣伝してくれたら嬉しいです。というわけでウォーレスクシヒゲ紙切りチューバと一緒に作ってみようぜ。チューバからのお願い。 YouTube を見るときはお家の人に声をかけて部屋を明るくして離れて、休憩と水分補給をとって、ハサミに気をつけて、小さな友達をお隣に頼んでください。最後まで聞いてくれてありがとう。今回もリクエストありがとうございます。お待たせいたしました。ようやく完成です。好きな色の折り紙3枚用意してください。ハサミテープある方用意してください。頭からをテイク。まずは僕は頭で2枚使います。これをセロテープでつなげます。5センチぐらいテープ用意してもらって、合わせて、緻密にはできないな、まあ、このもか。はい、真ん中に1枚まず貼って、で端っこ、貼っていく貼っていくという感じで2枚つなげました。こっち側はまあ貼んなくてもいいかな。いや、今回ね、1ヶ月ぐらい試作に使って、まずここ折っちゃいます。見にくいかな。真ん中に向かって折っていきます。まあ、この15センチ角の中では、かなり限界を目指してやりましたね。これがまあ3個目なんですけど、これがまあ、検索した時に、串ひげ紙切りってあって、それをどうにかね、厨房流でできるだけ簡単に作ったんですけど、まあ1ヶ月2ヶ月ぐらいかかって、まあ他のこともやりながらね、真ん中に向かって重ねていきます。この紙を持って重ねます。ちょっと線を超えるというか、線にぴったり合わせちゃうと手前が短くなっちゃうので、なんつうのか、超えすぎず本当に重ねるみたいな感じでしょうかね。手前も折ります。まあただ結構長いので、折り線付けでかなり長くて、今までのやつとはもう比較にならんぐらい工程が多いので、あんまり気張りすぎると1時間で作ってやろうとかって思うよりは、1日かけてとか2日かけてとか、休憩をいっぱい入れてってやっていった方がいいと思います。ゆっくりやった方がいいかな、わかんないですけど。ここで1234567 7本折り線ができました。で、この7本の折り線をとりあえずやりやすいように山折りします。全部、あ、そうですね、今までの厨房の折り紙の折り方は全然てか ほぼ使わないので、足作る時ぐらいで全然違う折り方をするので、本当に時間をとってゆっくりやってほしいですし、もうこの動画自体も7分になるのか、1時間はいっちゃうんじゃないかって恐ろしいです。ちなみに体はクワガタの感じなので簡単です。そんな難しくない。はい、できましたら中央は真ん中の線に重ねるようにまず折ってます。まあ見えないし、下がちょっとね、いつもと違う色になっちゃって見づらいかも。線をとにかくたくさん折っていくので、本当に気合い入れてというか、長いよっていうのは確認しながら、という時間はかかるっていうのを覚悟の上でやってほしいですね。で、最後のこの線、下の線に向かって折っていく。なかなかその練習するにしても、この1回練習するごとに1時間とかね、折りっぱなしなんで、他のことができないってなると、結構やっぱり他のこともしながらなんで、なかなか進まなかったですね。反対も折ります。これこそ本当サブちゃんの方でまたゆったりやっても楽しめる折り紙ではあると思うんですよね。すごい難しいっていうよりは、
単純に作業が多いので、めんどくさいっちゃめんどくさいけど、単純の繰り返しが好きな人にとっては結構おすすめというか、時間つぶしに持ってこい、覚えちゃえば本当にずっと折れるし、そんな一回覚えちゃえばそんなに難しくはないと思うんですけど、どうなんだろう、まあ、みんなが折ってみないとそれは全くわからない。はい、まあなるべくカットせずにね、これで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15 本折れました。はい、まだ終わりじゃないです。ここから、山になってるやつを谷にします。山はそのまま、谷を山だね、こっちから見ると、裏から見ると谷になってるやつを山折りに変えます。でもう一回間を重ねるようにして折り線を折っていきます。これで最後です。今度は白が上です。真ん中に重ねるようにしてやっていきます。多少ずれてもね、まあ形大丈夫だと思うんで、一回一回こう広げてやってます。またホイール初だから、ほんと見えねえカメラじゃ、ちょっと見づらくて申し訳ないんですけども、この線に重ねる感じですね。まあやってることはもうずっと一緒なので、なんとなく分かってもらえるかなとは思います。一応拡大はしてみましょうか。もうある折り線に重ねるって感じですね。ここの線に重ねる。15センチ角でこれを作ろうと頑張ったら、この方法がいいのかな。紙をつなげてしまえば、コンビニでも100均でも手に入るね、折り紙で折れるということで、そこがまあ一番この折り紙のメリットなのかなと。小さい細かいとこはできなかったですけど、もう折り方がわからんっていう折り紙いっぱい世の中にありますけど、それに近づけるようなものが今回折れるんじゃないかなと。割と手軽に、いや大変すぎるよっていう人もいっぱいいると思いますけど、普段とはまたちょっと違うので全然ね、折り方がね変わってくるんで、15分は間休憩入れながら折ってきます。型が折りました。折り線としては一応数えますか。真ん中を除いて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15、 片方で真ん中を除いて15本の折り線ができました。蛇腹ですかね、段折りか。はい、また反対側も一緒です。この時間がとっても長いんですけど、まずはこれを、まあ、綺麗にやれば綺麗にできると思うし、でもある程度でもそんな大丈夫じゃないかな、こんなビシッとやんなくてもいいと思うんですよね。それよりもちょっと説明しづらい工程がちょっとあるので、そこが大変かな。白上だと見づらいんだけど、工程減らしたいので見づらいけど白でやってます、あえて。ただ折り線折っちゃえばもう少し見やすくなると思うんで、ここまでちょっと、すいません見づらい画面ですが、幅としては1センチいかないから7ミリぐらいか。一応そのウェブで上がってるくしげカミキリの痛みの画像を見て、あこうやったらどうかなっていうのを繰り返して、もちろん試作は3体だけじゃなくてひげの部分で
かなり、まあ、10回ぐらいは試作したかなっていう感じです。折り直したりしながら、はい、こんな感じで真ん中合わせると31本ですかね、ラインが入ってます。で1個の幅はだいたい7ミリぐらいの幅になってると思います。これでこっち側の横線ですかね、一応横線は終わりで、今度は縦線を入れて、こっち長い方にも折り線を同じ太さで入れて、やっと折りに入るって感じです。さあ、まあのんびりいきましょう、焦らず。ちょっとずつね、ズレが出る。髪も伸びるみたいで、これだけやると端っこが伸びてきちゃうんですよね。真ん中で2つに折ったら、その線に合わせて真ん中に向かって折ります。まあ、でも割と完成品見せたらおってなるようなクオリティのものができたんじゃないかなと。一応その動画として出せるかなっていう。反対も同じです、いうとこまでねできたかなと思うので、今回撮影やっとできましたね。はい、折りました。真ん中に向かって1回ずつ折ったところです。折りましたらこっち向けて、真ん中に向かってつまんで重ねていく、真ん中の折り線に重ねていってください。厨房の折り紙としてはちょっとお手軽さが全然弱いというか。でここの線に向かって端っこも折っていきます。まああんまりあれだね、気合も必要だけど、長めの気合というか長距離走マラソンぐらいだと思って、休み1日使うとか半日使うような気持ちで。反対も同じです、一応だから対策を折る気持ちで臨んでもらった方が、途中でねこの紙残っても全然多分他に役に立たないんで、まあ、なるべく最後まで折った方が無駄にならなくていいんじゃないですかね。まあ1週間かけてちょっとずつ折るとかでもいいと思いますし、夜寝れない時とか大人の方はいいかも、楽しいかも。脂肪は嫌いじゃないですね、こういう作業。今折ったことによってこう縦線って呼ぶんですけど、1,2,3,4,5,6,7 本できました。7本のこの線ができたら、全部表から見ると谷折りです、こっちから見ると全部山折りにします。でまたちょっとね見づらい後ろ上で折っていくことにはなりますが、まあ、工程が1個減ると思ってください。やってることはもう真ん中からやりますけど、この線に合わせてつまんで重ねていくっていう折り方です。見づらいですけど線に重ねます。こんな感じでこの線に重ねていきます。同じです、とにかく同じ。もう少しで折り線終わります。ここから同じ量はやらないんで、あとはその斜め線三角に折るっていうのと、一応補助としてそれぐらいですね。なるべく手間がかかんないように考えて折ったので、まあ、ぜひついてきて一緒に折ってくれると最後まで完成できると嬉しいですね。まあ、悲しいですよね、難しくてできませんでしたっていうのは。やっぱりせっかくなら最後まで一緒にやりたいですから。真ん中を除いて 1,2,3,4,5,6,7 7本できました。これを反対もやって、とりあえずこの縦線は終わり。1時間いっちゃうかな、2日に分けてとか1日かけてとか1週間かけてとか
調整いただいて、多分神谷さんのやつなんじゃないかな。神谷聡さんのが考えたのかな、あの口ひげ髪切りってやつは。で他の方がツイッターで上げてたし、もうやっぱなかなか折り図公開も少ないですよね。ああいうのって折り方なんてもう動画なんてないですし、自分で極めるしかないんですね。あれただやっぱ画像はかなり参考になりましたね。あれがなかったら無理、ちょっと妥協してたかな、ここまでのことしなかったかも。はい、では全て折れましたので一応確認で数えます。折り線が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 本。この1個のね四角がだいたい正方形の綺麗な四角になってれば大丈夫です。はい、ご苦労様です。ここまででとりあえずめんどくさいとこ折り線は終わり。次は三角形に折っていきます。これもたくさん入れれば入れるほど簡単には折りやすくはなるけど、まあ、折らなくてもなんとかなる、できちゃうかなと。あんまりこの準備が長すぎると嫌になるかなと。それよりもどんどん形になっていく方が楽しいかなと思って省略です。だからここにバッテンだけつけときます。反対もつけます。三角に折って斜め線を一応補助としてつけます。最初は貼った方がいいので始まりが楽なので。はい、できました。折り線はとりあえずこれで終わりということで折っていきます。まずは この縦線、まあ横線でもいいんですけど一応縦線と思ってます。体に対してこっちが縦でこっちが横、縦、横っていう風に呼んでます。なんで一応まあ縦線を折りまして一辺、よし、1個ずつ段折りというか、え、これ蛇腹でしたっけ、蛇腹でいいのか、蛇腹折って一番端っこがの線が山折りになるように全部一回折ります。折りづらそうだったんで全部畳みます。折り線でゆっくりしっかり山谷山谷と折ってあげてください。これはやんなくてもできるんですけど、やっといた方が折りやすそうだなって思ったのでやってます。端を山、次を谷、次を山、次を谷。縦線折ってたら横線が弱くなってたんであえてやってます。やんなくてもいいんでスキップしてもいいです。この後の作業がちょっとやりやすくはなるのかなっていう。で同じように折っていくと真ん中で畳めるはずなので、こうやってしっかり最後まで折れてれば OK です。まあ、多少ね上から見た時とかにずれてたりはすると思うんですけど、そんな気にせずで大丈夫だと思います。はい、綺麗。じゃあこのこう持った時のここから折っていきます。上側折って上山折り、もちろん次は谷折りになるんですが、端も山谷とここの角で斜めに折ります。折ったら反対側に三角に折ります。ここを三角にへこませます。で閉じます。ぐるぐるしちゃうんですけど反対も一緒にやっちゃおうかなと思います。反対も角角で三角に折ります。でここへこませて折ります。折ったら谷折りもします。こんな感じです。で次でも山折りします。プラス
端っこで、まあ、もうもはや横なんだよな。まあ縦折りをして山谷山ここへこませる。一枚開いて、本当は山で閉じるんですけど、ここ開きます。こう2個目の三角のへこみを作ります。はい、そしたらここで折ります。こう斜めにして折ります。ここも山折りで反対に折ります。こっちから見るとこう折ってます。開くとこんな風になるんですけど、ちょっと反対に行きましょう。反対もここまでは山折りにして、ここを三角斜めに折ります。折ったらそのままこっち折ります。折ったら次で折ります。そうするとこんな風になります。これですね。折れたら三角一回折ろうか。ここ三角に折ります。こんなのがやりやすいな。よいしょ。折ったら三角に今度はへこませます。よっ。はい、これで一段下がりました。タイムやるか。そしたら三角にへこませます。こっちの方がいいかな。ここ三角にへこませます。これで一段下がりました。もうゆっくりこの辺は行きます。次折ります。今ここです。三角に折りましょう。ここを下に下げて一回まあ折ってもいいかなと。で三角に折ったらこうですね。折ったら戻す。こんな感じです。1個目は例外として置いといてもらって、1個目2個目がこんな風になってて角が1個できた。次はここですね。ここにまた角が1個できる。こっち側から見ると1段下がって向きも逆になってると思います。とんがってるところがこっちからこっちに変わってれば OK。 ここで折ります。山折り。でこっちはどうなってるかというと、まあ、こっちか。はい、こんな感じで折ってて、ここ一個角があるんで角角で斜めに三角に、まあ、折っといて三角にへこませる。はい、2個連続で三角三角とへこんでると思います。このまあ繰り返しっちゃ繰り返しなんですけど、次は谷折りです。基本的にはこっちも縦ラインも山谷山谷っていう風に進んでいって、こっち側も
山谷っていう風になってます。でこの角も右左と、でこっちだったら左右と、1個段が下がって2つへこませたら、このへこませたですけど、それを1個潰すような形でここの線を谷にします。でこう閉じます。こんな感じ、こう閉じたんですけど、こっちで折っとくといいかな。こんな状態です。次がこうなっていくんですけど、反対も多分やった方がいいかな。一段下がって2つへこみができたところを、端っこをこの縦線で折っていって、ここに斜め線ができるように閉じます。ここに線を作りました。これでに広げて、下に下げて三角に折って閉じる、戻すとまたへこみます。へこんでさらに一段二段と下がってきました。角も左右左と来ました。そしたら次の線で谷折りします。したらその次でも折ります。折ったら三角に広げて閉じる、下げて三角に折って戻すとへこみます。次で折っちゃいます。山折りして反対側にさせちゃおう。では折っときましょうか。ここ斜めに、まあ、閉じると、一番最初は例外で左右左って感じ。次が右ですね。反対もやります。まずはここをへこませて閉じます。で谷かな、谷で折って、いやこの辺伝わればいいんだけどな。さらに次で山折り、折り線つけてもつけなくてもいいんですけど、もう次からはつけなくていいかな、さすがにわかると思うんで。で端っこのまとまってるところを下げて、三角に折れれば、まあ何でもいいんですけど、三角にへこませるような感じですかね。折ってそのまま閉じる。でこれでこっちを下げちゃえば、右左右と角ができたので、できたら次は山折りですね。山を折る、まあ、全部この繰り返しなんで、はい、下がって下がって下がってきました。でこれで角が1個もう次でまた折って折り下げて三角
折ったらへこませてから戻す。でそのままもう一回山、反対側も裏にして、三角にだんだん折りづらくなってきた。はい、三角に折って戻すって感じです。はい、こんな感じで折ってます。次で山折りします。山折りして谷折りして、硬くなってきたな。あえてこれあった方が折りやすいかも。裏でこの折り線を折ってへこませるっていう風に覚えれば覚えやすいのかな。もう見てとしか言いようがない感じはしますね。結構厨房も三角に焼いて折って戻す。はい、三角まあある程度折って下に開いて三角に折る。三角折ったら戻す。次の線で山折り。ちなみにこのトゲみたいなのは全部で7個折りたいと思います。でトゲトゲが 1,2,3,4,5 5個できてます。あと2個かな。で終わりです。まあ、ここだけまた解説してぐらいだな。で向きも右左右左となってます。5個目の角隣をへこませました。へこませたらここ縦で谷折りします。谷折りしてここへこませるようにして折って山折りで、ここ縦線谷折りしてここ三角にで戻すと、こうなってたのがこういってこういってこうですね。でまた一段下がる感じですね。5個目の角の左側をやったらここで次で縦で谷折りして斜めに閉じる。折り線を使って斜めに閉じる。下げて三角に折って戻すとまた一段下がるかなと思います。はい、次は谷折りですね。谷折りして山折りして下げたらまた三角に折って閉じるとへこむ。ここも下げるとへこむ。角の隣をへこませる。角の隣へこんだら一回解除して今度山折り、縦で山折りしてここを斜めに折ります。向こう側を。これでまた一段下がりますと角の隣ができます。こっちも山折りで反対側に斜めに折る。はい、折ったら次の線で今度は横で
谷下げて三角でへこませて閉じる。こっち側も折り下げて三角にで戻す。これで角の右側ができます。何個目か、7個目ですね。そしたらまた谷折りをして折り下げたらへこませられるのでまた閉じる。こっちも下げたらへこませて閉じる。山折りしました。はい、これで 1,2,3,4,5,6,7 個目の隣までできました。そしたら今度は谷折りですね。谷折りをしてここの斜めのライン使って閉じていく。さらに山折りすると閉じれるので向こう側に今度また斜め折りしました。はい、ここまでですね。反対もやっちゃいましょう。7個目の角の左側できたのでここで谷折りをして斜め線折って閉じていきます。こんな感じです。で真ん中で最後谷折りして閉じる。こんな風に最後閉じれるかなと思います。これでジグザグになりながら1個2個3個4個5個6個7個のトゲができたと思います。はい、こんな感じです。これで触角、長い触角の部分が折り終わりました。